おはようございます。速稼塾のコボです。さあ、新型コロナウイルスの猛威がね、さらに、強烈になってきました。これからね、隠されている情報も出てくると思うんですけども、私たちが常にね、情報を探っているのが、まあ、Google っていうところもありますけども、 YouTube によってですね、告発してくださる、告発というか、例えば武漢っていうところからね、放送されている方とか、それから国の情報に詳しいとされている方、まあ自称ですけどね、そういう方が発信する YouTube の情報に触れることがあると思います。まあ、根本的にどういうところからこういったね、動きが起きているのかっていうと、やっぱグローバリズムっていうところなのかなと思うんですよ。グローバリズムっていうのは、やっぱり国の交易が盛んになってね、どんどん私たちがあっちの国、こっちの国、地球上全てをマーケットにできるというところなんですけども、こういうふうにするとですね、やっぱりね、こういうふうな新型コロナウイルスみたいな奇病も流行りやすくなってくるんですよね。というのが、中国武漢から100万人とも200万人とも言われている方が、昨年の12月に世界に、まあ、羽ばたいていってるわけですよね。でも以前、一昔前でしたら、もう本当にね、中国もそうですけども、日本もそうなんですけどもね、海外に行くってあんまり一般的ではなかったんですよね。そういうことを考えると、局地的に流行った病気っていうのがその場所で収まるってことになっていたんじゃないかなと思うんですよ。今はね、この入国制限をしなければならないぐらい交易が盛んになって、人の行き来が盛んになって、これもグローバリズムの、一つ気をつけないといけないところなのかなと思います。そしてですね、グローバリズムでもう一つ気をつけないといけないのがサイバーテロですね。サイバーセキュリティです。なんとですね、日本 NEC もサイバーのハッキングを受けたらしいんですよね。以前も三菱がそういったことを起きたらしいんですけど、一流企業でもハッキングのね、危機を回避できないってことになりますので、私たち個人をもう本当にね、防御力高めていかないといけないのか、もしくはもうネットを使わないっていう選択肢になっちゃいますよね。まあ、いわゆる本当にね、ネットの黒船が現れたってことなんですよ。さあ、今日の動画のまとめになりますけども、私たちは便利になった反面、その便利さを使いこなせていないんじゃないかなってことですよね。例えば私たちは個人として、こうやって私みたいに家の中からたくさんの情報にアクセスできます。ただですね、こういうふうな私みたいな活動してる中には、自分のことを検索する人もいるんですよ。そうなると自分に対する誹謗中傷を見つけてしまう。そして次の日も気になって見てしまう。どんどん気持ち的に嫌になって、まあ、精神崩壊したりね、うつ病になってしまったりするみたいなこともあるわけですよね。まあ、ですので私たちは自分の許容できる力量の範囲を超えた知識や行動ってのを、もしかしたらするべきではないのかなと、そんな風なね、警鐘を打ち鳴らしている新型コロナウイルス、そして、今回のね、NEC のハッキングに、関する事案だったなと私は感じるんですけど、皆さんどういう風にお感じでしょうか。それではですね、重ね申し上げますけど、新型コロナウイルスかなり危険ですんで、皆さんね、どうすればいいのか分かりませんけども、私この件についてはちょっと見解をね、別でちょっと長めになると思いますけど、上げようと思います。そちらの方をね、ちょっと待っていただければと思いますけども、肝心なのは、この新型コロナウイルスが危険だよと発信することです。危ないよと発信することです。ね、発信する人が多ければ多いほど、あ、そうなんだっていうふうに人は思うんですよ。でも発信する人がいなければ、一時のブームで終わって、まあそんなのあったよね、なってしまうんですよ。ただね、これね、東京オリンピックが開催されるかどうかぐらい、そのぐらいのね、インパクトがあるわけなんですよ。バイオ兵器ではないかっていうふうにね、疑う方もいるぐらいなんですよ。まあバイオ兵器ではないですよね、これは。本当にね、この新型コロナウイルスとか、まあちょっと前に入った SARS とかが、バイオ兵器だとしたらね、ちょっとね、考え直していただきたいなと思います。そんなね、七面倒くさいバイオ兵器をゆるゆると、世の中にね、リリースするよりも、そして今回みたいなのは中国で武漢で作られたという方もいるんですけども、だったら武漢人がね、たくさん迷惑を被ってるわけですよ。そんなドジなね、セキュリティの甘い、化学兵器はないわけですから、生物兵器はね。で、もっと言ったら、そういった生物兵器をゆるゆると流行らせるぐらいだったら、日本のね、北海道みたいな水源地とか、それから他の国のスイスのマッターホルンとか、そういうところに、こういうのはね、錠剤状の化学兵器、バイオ兵器をスパッとね、投げてくればいい話ですから、それで終わりですからね。もうダムとか貯水池に投げれば終わりですから。でもそれが本当のテロですよ。ね。でもそうではなくって、こういうふうに偶発的に流行ったものが、なんかね、責任逃れのために、あまり情報をね、公開することができなかったんですよ。それで、結果的に広がってしまったものを、生物兵器だっていうふうにね、すぐ考えたりとか、それを煽ってしまうっていうのは、ちょっと短絡的ではないかなと私は思うんですけど、皆さんどうですかね。それでは本日は以上です。皆さん、コロナウイルス対策、万全によろしくお願いします。まずね、知らせることでも。